藤子くんのメイクレシピみたい。私のメイク、ね、みんな言ってるよね。流行ってるんですよ今メイクレシピって言って、この私が使ってるコスメ紹介みたいな。私はしません、恥ずかしいので。したいけどね。私のはプチプラばっかりです。普通にメイクハイジにする。それちょっとあの私あのめんどくさがりなので、メイク配信で私はこれそう使ってますって言って、それをファンの方がまとめてほしい。欲張り。なんかさ、私となんかね、人が人のこと、例えばなんか急になんだけど、人のこと、人の話、その特定の人の話をする MC、 例えば昇格して初めてとか、昇格して初めてと、昇格して初めてとか、生誕祭とかって、なんかその人のやっぱ主役の方のお話をされるじゃないですか。で、私なんかそれを見るのが好きで、そう、それを見るのがなんか好きで、なんか最近なんか嬉しくなるんだよね。なんかわかんないけど、なんかそう見たいからいろいろ見てたんですよ。ユイナの初とか、ユイナが初めての、ってなってて、まあそうとか生誕祭とかいろんなの見たりしたんだけど、なんか見てたらなんか自分もしたくなって、なんかさ、私さ、生誕祭いつももうしたいもうしたいって言ってるじゃん。なんか今本当にその状態、今したい。そう、なんかその人のことについて話されるじゃん。もうさ、いい気しかしないじゃんね。で、考えてた。あー、生誕祭やるなら、うん、このユニットをこの先輩とか同期としたいなっていうのをみんなと今話してた、ずっと。誰やと思うって。ちなみに今のところはサボテンです。サボテンです、今のところは。なんか爪がさ、取れちゃった、取れちゃったっていうか、なんかサボテンです。で、誰やと思うみたいなことを話してました。マジで前髪やばい、マジで前髪やばい。ニキビできたんだよね、めっちゃ。そうで、そう、誰入れたと思うって。でも恥ずかしいから入れたくないから、誰入れたと思うってって言って、でもあの一応ミナも入れといたよってまだ 何ヶ月後って感じなんだけど、そう、ミナも入れたよって。で、2回転できるならミナとは炎上でもいい、あのいいよって。めっちゃ上から、でも来年もさ、みなとさ一緒にさ、私もあのユニットしたらさ、毎年毎年みなとさ生誕祭さ、あの
同じユニットな、ないよね、私が指定して。面白くない？後かのお話をしてました。でも湊は、うん、前髪やばい。前髪がやばいです。いい感じになった。うん、そうそう。でも来年になったらさ、なんかわかんないじゃん、万が一だけどさ、あの湊さ全く仲良くないかもしれなくなってるかもだしね、楽しみだな、ね、とかこの予期せぬ方とさ仲良くなってたりさするかもじゃん。で7期生がもしかしたらさアンダーでいたりさするかもじゃん。なんか楽しみだな1年後が。だってさ、まあ、だいたい仲いい人はずっと仲いいけど、わからないじゃん、なんかミラと私同い年だからさ、なんかもしかしたらバトってさ、まあそんなことないんだろうけど、私ミナの生誕祭選ばれるかな、ユニットユニット選ばれるかな、選ばれるかな、楽しみにしとこう。ユニット選ばれてみたいな。あ、私ココッペに選ばれてたわ、選ばれてた、よかった。でもね、選ばれたい。でもココッペは去年も一緒にしてるんです、一緒にあのチャーハン部で。選ばれたこと何気にあんまないわ、選ばれたことないから選ばれたいな。ねえ、なんかな。こんばんは。あ、チャーハン配信ね、そろそろしなくちゃ。私もあんま今日もうさあれなんかな、時間今は50分です。まだ大丈夫でした。チャーハンレシピ、メイクじゃなくてね、チャーハンレシピだって。なんか今日謎にさ8月31日かと思い込んでてさ、明日から9月やーとかめっちゃさ思ってたらさ、なんか全然8月30日だった。まだなんてこった。
私さ、そう、今日が8月末かと思ってたんだ。なんかもうさ、ここまで来たらさ、早くさ、もう2020年終わってくれって感じなんだけど、私だけかな。なんかここまで来たらさ、もうさ、なんかドゥルドゥルしてもさ、意味ないと思うんだよね。そうなので、もう早く2025年になりたいです。本日は花金、確かにね。そう、9月1日私月始め歩き出せる日だから、頑張ろうって思ってたのに。そう、なんだかんだ早いんだよ。だってさ、コンサートもあって周年とかもあるじゃん多分。で、年越しもさしたら、いつの間にか2025年だってなってるからね。今年の年越しは、まあ、なんて何してるかな。ねえ、早いよ。だってさ、普通に過ごしてるだけでも早いのにさ、このさ、なんか一日がね、短いわ。そしたら、すぐ誕生日が来ます。早くね。やばいよね、もう高校1年生なんだけど私。高校2年生になろうとしてるんだけど、来年にはね、やばくない？私さ、成長がすごくて。でもさ、まだ高校2年生なんだって気持ちと、もう高校2年生なんだって気持ちがたくさんあって。そう、あっという間に10歳になってるんだろうなって思う。さあちゃんが入った時高3でさ、もう20歳って考えたらさ、いい、絶対早いなって思う。やだな、早くす大人になりたいけどさ、大人になりたいけどなりたくないです。ね、何してるかな25歳とか。髪も染めて。でもなんかさ、私金髪にしないからね、絶対に。絶対にしない。茶色、私がするの茶色、茶色。なんか今日自分のパーソナルカラー診断っていうのをやって、そう、でそしたらブルベ冬っていうのが出てきて、そう、そしたら似合う、あなたに似合う色は黒が、ダークココアブラウンですみたいな言われて、あ、じゃあ私も髪染めない方が似合うんだって思って、だからちょっと髪染め計画なしでお願いします。そうそう、なんかそう、私なんかブルベ冬っていう診断結果が出て、なんかその人のこの色が似合いますよみたいなのがあって、ブルベ冬だとこれが良くて、ブルベ夏だとこれが良くてとか、イエベ春だとこれが良くてとか、いろいろあるんだけど、4個、私はその冬で似合う髪色はバターココアブラウンっていう、本当にナチュラルな、本当に地毛じゃないってぐらいの、なんかヒーローみたいな感じなのかな、わかんないけど、そんな感じの色で、あ、で調べたらどんな色かなって、あ、これは私もう染めない方が似合うってことなのかって思って、そう、あ、735、もうそろ廃車もなきゃ。そうでも、なんか染めたらなんかちょっと若さがなくなっちゃう気がして、なんか染めちゃったらさ、もうさ、そう、なんか大人って感じじゃん。なんかまだ若くいたいから、あの黒髪でいよう。これでもちょっと茶色くしたいから、あのプールにたくさん行って地毛を茶色くしようかなとか、アイロン当てまくって、ドライヤーしまくってね。そう、
でもなんかその自分で自分でそうでも自分に一番似合う色でいたいから、黒髪が似合うなら絶対染めないし、で茶色が似合うなら絶対に染めたいしっていうね感じなんですけど、金髪にはしない、絶対私は絶対茶色にしかしないですから、金髪はしないですよ。金髪にしたらね、もうなんか自分が自分じゃなくなっちゃう感じがします。そうそう、ブリーチっていうのもあるじゃん、なんか痛むらしいから。レアちゃん絶対染めないんだって。でも染めたいんだよね私は。そう、自分に一番似合う色で行きたいから。でも染めてみないと分かんないもんね実際。染めてみなんと分からんからね。じゃあ終わります。13位ステックさん、ありがとうございます。12位ウッチーさん、ありがとうございます。11位マーヤンさん、ありがとうございます。10位キャノシーさん、ありがとうございます。9位エシタンさん、ありがとうございます。8位ゲントルさん、ありがとうございます。7位リオダさん、ありがとうございます。6位ミルンクラゲさん、ありがとうございます。5位シミシミさん、ありがとうございます。4位ワンタンメンさん、ありがとうございます。3位カベチョロさん、ありがとうございます。2位ただの魚さん、ありがとうございます。1位赤いグリフォンさん、ありがとうございます。ありがとうございました。おやすみなさい。じゃあね、バイバイ。いい夢を見てください。おやすみ。